橋本偉業10月14日から2000年10月25日は、大日本帝国海軍の軍人、第二副委員長及び副委員長の事務官。京都市出身、最終階級は、海軍中佐。戦後は、梅宮大社名誉宮事、大神宮社偶事。潜水艦、e、伊58艦長時、原子爆弾をテニアンまで運搬したアメリカ海軍の重巡洋艦。 インディアナポリスを撃沈したことで知られる。橋本が指揮する以後第58潜水艦は、上地を特別攻撃隊、多門隊を乗せ、1945年7月18日平成基地を出撃し、フィリピン東方海域へ向かった。パラオ島、北方250海里付近を、紹介任務中の7月29日午後11時35分頃、水平線上に、 敵王型艦らしきものを確認し急速潜航を行い、潜望鏡振動を保ったまま敵艦に近づいていった。潜望鏡で敵艦艇を戦艦クラスと確認した橋本は、回転搭乗員に出撃命令を下すとともに、巨来戦用意の命令を発した。最初は回転による特攻戦術も考えた橋本であったが、敵艦を完全に捕捉しているので、 魚雷による攻撃でも十分と判断し、回転での攻撃は取りやめた。前日に2機の回転を出撃させてはいたが、回転の特メガネは、性能が悪く夜間の攻撃は、非常に困難であった。回転搭乗員は橋本に対し何度も、出撃の催促を行う場面もあったが、通常魚雷で沈められるときは、通常魚雷で攻撃すると述べて却下している。 後年の解雇によると、無駄な特攻による戦没者をこれ以上出したくなかったとも述べている。明けて7月30日午前0時2分に、距離1500メートルから6本の魚雷を震度4メートル、速力48キロトン、それぞれ3度の角度で戦場に3秒間隔で発射し、そのうちの3発が命中した。インディアナポリスは大きく、右弦に傾き、わずか15分ほどで沈没した。 これは、橋本の唯一の戦火とも言われており、日本海軍最後の大戦火とも言われている。インディアナポリスは SOS を1回打診した直後に、電気系が水没、アメリカ海軍はたった1回の SOS を受診しながら組織内の祖母により司令部に連絡が、伝わらず、インディアナポリスの陸民は悲惨な漂流を強いられた。 橋本はアイダホ型戦艦撃沈確実と報告したが、自らが沈めた、この艦がインディアナポリスであったこと、そしてその艦が広島、長崎に投下された原子爆弾をテニアン島に輸送した後にレーテ島に移動中だったことを知ったのは戦後のことであった。アメリカ軍側はインディアナポリスが潜水艦による魚雷攻撃で撃沈されたという事実を確認すると、 原爆の輸送情報が事前に日本軍側に漏洩していたのではないかと疑い戦後橋本に対しアメリカにまで呼んで数日間にわたり尋問を行ったとも言われているしかしインディアナポリス撃沈は全くの偶然であった米海軍は適切なジグザグ運動をしていたらインディアナポリスの撃沈は防げたと考え状況確認を行ったが橋本は あの位置関係ならば、ジグザグ運動をしていても撃沈できたと証言している。またこの尋問は、正常な情報管理があったら、より早くインディアナポリスの沈没を知ることができ、584名もの兵士が死ぬことはなかった。その罪を、インディアナポリスの艦長であったチャールズ B、マックベイ3世に全責任を負わせるために、橋本もつらに、 インディアナポリスが適切な回避行動をとっていたら、撃沈できなかったと証言させたいがために、わざわざアメリカにまで呼んで証言させたと言われ、実際に橋本に対する尋問内容もこの説の内容に沿ったものになっている。幕米大佐を追求するために、英語に堪能なわけでもない橋本を公費で、アメリカ本土に渡航させて関門したことは、当時の米国内でも物議を醸した。 民主党のロバート・ドートン議員に至っては、ジャップの将校を召喚して、自軍の将校に不利な証言をさせるとは、今まで聞いた中で最も卑劣なことだ。私は25年間、海軍の裁判所や委員会のホームで生計を立てて、きたが、これは、全裁判所、委員会、議会調査を通して、史上最低レベルだと辛辣に批判している。ただし、 橋本自身はこの時非常に厚遇されており、後に軟禁状態であったものの名誉ある証拠のように扱われて驚いたと語っている。2020年1月11日にナショナルジオグラフィック本人の肉声も聞くことができる。結局、予備尋問のみで橋本は帰国し、マクベイは有罪判決を受けて自殺に追い込まれた。橋本自身は マクベイの名誉回復に最も熱心だったと言われている。アメリカでマクベイの名誉回復の動きが始まったことを日本のジャーナリストから知らされたのを受け、1999年11月に上院軍事委員会委員長のジョン・ウォーナーへ電子メールを送り、マクベイの名誉回復を訴えている。しかし、マクベイの名誉が回復されたのは橋本が亡くなった5日後のことであった。なお、 1990年に橋本はインディアナポリスの元乗組員らと交流し和解している。橋本死後の2015年にも娘と孫が元インディアナポリス乗組員の会合に招かれて生存者らと交流している。橋本と E58 戦はその後も作戦を続け無事に終戦を迎えた。戦後は第二副委員副委長勤務から公職追放を経て、 川崎重工造船事業部に勤務。後に、新職の資格を取り、梅宮大社の新職となる。1976年、兄で同社偶司順中が亡くなった後、梅宮大社偶司となった。図らずも、回転特攻隊員を運送する任を追っていたこと、回転搭乗員を出撃させ戦死させたこと、もっと早く紹介会域についていれば、 広島と長崎への原爆投下を防げたのでは、インディアナポリス撃沈後に海上捜索していれば、捕虜から原爆存在の秘密が聞き出せたのではないか。と言う、様々な自責の念から、太平洋戦争で亡くなった全ての御霊への鎮魂を祈る日々を送ったと言われる。橋本はアメリカでの尋問中、日本兵の蛮行について言及している。また生存中、 1937年の南京寺県事のことも客観的に話をしていたという。現在防衛研究所選手部には、橋本の橋本もちつら手記第二編様子公訴作戦が保存されているが、この資料は非公開である。秘則である橋本伊広氏は梅宮大社の宮寺、そして孫のも光は梅宮大社の県宮寺となり、毎年3月に、 開店記念日で慰霊祭を取り行っている。ありがとうございます。